冠冠式か、これ今日の日付で冠冠式だね。中村一、はい、缶詰のお送りです。缶詰をご覧の皆さん、こんにちは。会話候補室の中村一です。今回の缶詰は何でしたっけ。コラボです、コラボ。あ、すいません、今回の缶詰は農林水産省の、官僚系 YouTuber バズマフさんがですね、なんと海上自衛隊とコラボをしたいと言ってくださって、今日防衛省に2本分の動画の撮影に来るんですね。ということで、今回のタイトルはこちら。そういえば農林水産省のそのバズマフって知ってます？はい、ちょっと一応説明しておきますと、農林水産省の官僚の方がですね、まあ、それぞれ YouTuber となって、これめちゃくちゃチャンネルあるんですよ。まあ、今回、まあ、防衛省海上自衛隊に来てくれるのが、まあ、この耕せ九州って一番人気のチームの白井さんなんですけど、海上自衛隊と日本コラボしてくれると。その内容がですね、面白いですよ。まあ一つ目が海上自衛隊の広報担当と熱く語ってみた。まあまあ。まあ二つ目がですね、まあなかなかびっくりですね。もう海上自衛官はもうぶったまげますよ、もうほんま。自衛隊カレー、農水省カレーの方がうまいだろうと。なかなか笑わせてくれますね。まあ笑いはしませんけどね。まあでも。この動画をきっかけに海上自衛隊にやっぱり興味を持ってくれたら嬉しいじゃないですか、ね、海上自衛隊に興味を持ってもらう、関心を持ってもらうということを目的に今回コラボをさせていただきます。でもこのコラボの真の目的はですね、まあ、関心を持ってもらうというのも大事なんですけども、まあ農水省バズマフさんの視聴者をごっそりいただく、いただきます。えいしゃって。これが真の目的なんですね。まあ、これは言えませんけどね。海上幕僚監部広報室です。はい。はい。あ、どうぞお通しください。はい。一音になんかその特配可能ですかっていうのが来ていたので、あ、一足それって今録画してるのか。来ましたね。ちょっと来ました。よし、やりましょう。白石さんですか。ああ、どうも。おはようございます。すいません。入り口を間違えました。入り口を間違えた。早速かましてくれたのが。農林水産省バズマフ耕せ九州の白石さん。こちらも負けじと海上自衛隊で5分前に選手に、うわ、まあ5分前には全部 の, あの準備を整えて出航に備えるみたいなのがあるんですけど、ああとこちらも一発かましたところで、白石さんご一行は本日のコラボ会場へご案内。まずはバズマフさんのオープニングを撮影したのですが、海上自衛隊の中村です。よろしくお願いします。一緒にやりますかって私言いますので、はい、分かりました。いやいやみたいな感じで言っていただいて、でそこで切って一緒にやりましょう。そこはちゃんと本当の気持ちが出そうです。やっぱりやりたくなかったんですか。嫌じゃないですか。やっぱりやりたくなかったんですか。誰がやりたいっていうの。ここの省庁がいいですね。それやりましょうってなりますか。キラキラ輝く未来の光、白石です。勇気凛凛直球勝負、野村です。腕回した方がいいんじゃないですか。言われてたでしょ、最初。なかったな、ちょっとな。横からでしょ。上から行かないとダメでしょ。上から行ったら、そうそう、上から行かなかったもんな。最初言われちゃうじゃないですか。取り直しますか。取り直しましょう。まさか、やりたくない方からの取り直し。キラキラ輝く未来の光、白石です。勇気凛凛直球勝負、中村です。白石さん、何度もすいませんでした。はい、OK です。
そしていよいよ海上自衛隊と熱く語ってみたトーク部分の収録へ。中村さんはもう30本ぐらい出られてます？いやどうでしょうか。いやそんなに出てないと思いますよ。そんなにですか。まあ、でもなんかあの、うん、顔が覚えられやすくて、ね、たくさんこう出てるような印象を与えてしまうんですけど、そんなには出てないですよ。あ、本当ですか。はい、全然出たがりじゃないんですよ。本当ですか。はい、で中村さんみたいにその広報をされてる方っていうのは、はい、もうその船に乗ったりすることもあるんですか？そうですね、私実は、まあ、海上自衛隊といっても船に乗ってるわけじゃなくて、海上自衛隊の航空機の部隊の出身なんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なので船に乗ることはないんですけど、まあ、基本的に航空部隊を中心に移動して、はい、なんでそのもともとこういう広報の仕事というか、はい、っていうのは全く縁がないところから。そうですね、そうなんですね。初めてでした。最初はやはりあの海上自衛隊の航空機たくさんありますよね。それを直す整備員だったんです。あ、そうなんですね。はい、ここの広報室の前はあのその整備員を育てる学校の教官だったりしたんですけど。あ、そうなんですね。はい、やっぱりその思うのが海上自衛隊さんでもいろんな方がいらっしゃいますよね。そうですね、職種がものすごく多いの で、ね、船の中で料理を作る方がいらっしゃったりとかですね。はい、護衛艦でカレー食べてみたっていうのがあったじゃないですか。缶詰ですね。はい、缶詰ですね。ありがとうございます。あの中村さんが潜入してるところなんですけど、はい、あれ面白かったですね。 ありがとうございます。まあ、やっぱり海上自衛隊といえばカレーなんで、はい、その動画はたくさんの人に見てもらいたかったんですけど、ちょっとあの農林水産省的な目線で見た、はいはい、なんかアドバイスとかってあったり。アドバイスですか。はい、アドバイスですか。結構スパイスから作ってる本格的なカレーだったじゃないですか。はい、もうすごく美味しそうだったんですけど、はい、あの産地を表示した方がいいかなと思いました。はい、産地ですね。はい、なるほど。どこで採れた、どこ県の野菜なのかというのが気になりますね。あ、その視点は全くなかったですね。そこをしっかり、それからは。いや、僕も海上自衛隊のカレーを食べてみたいです。あ、本当ですか。はい、ぜひ召し上がっていただきたいですね。楽しみにしてます。はい、もう本当に護衛艦のカレーってやっぱり自慢なんですけど、はい、これ食べたら、はい、もう本当に引き返せなくなります。いや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 、中村さん、はい、農水省のカレーも美味しいですから。ああ、そうなんですね。はい、ぜひ食べてみたいです。今度戦いましょう。戦いますか。わかりました。遅刻しといて戦いますか。すいません、もう本当に申し訳ない。すいません、すいません。全然気にしてないですよ。はい、全然気にしてないです。いや、もうほんと全然気にしてませんよ、全然。さあ続いてはバズマグコラボ2本目、カレー対決の準備の様子です。続々とこう準備が進んでますね。そうですね。これが、まあ、本日農水省さんに食べてもらう海事カレー。まあ、海事とカレーの間にはだいぶ長い括弧が入るんですけどね。なるほど。海事に勤めてる隊員が久しぶりに作ったご家庭の味カレー。ああ、レンコンが入っております。ああ、ね、これやっぱモデルは岩国のレンコンカレーですかね。なるほどですね。岩国レンコンカレー、そうです。あのいろんな日本の各地の名産、名産じゃないですね、あの産地、はい、鹿児島、徳島、ね、農水省さん、鳥取、どうぞ岩国、はい、国産食材、ほぼ国産食材、和牛です。牛肉も和牛、米牛もあるんでしたっけ。それない。あの格のやつはね、どうしても和牛を食べんでね。食べるでしょ、牛肉でかいの。中村さん用にこのアメリカビーフを。まだまだ。この角切りのやつがあれですね、あのちょっと国産じゃないんですよ。でも普通のこっちのペロペロっとしたお肉はです。でももう 90% 以上国産の。そうです、そうです、やっぱ国産にこだわりました。ありがとうございます。こちらも国産です。もうよくコラボの趣旨を理解していらっしゃる。もうじゃがいもは北海道産。北海道のじゃがいもで、もう溶けちゃうね。もう多分おーって声上がりますよ。別にしました。いいかな、これで。じゃあ向こうがね、どんなカレー持ってきてくれるのが楽しみなんですけど。勝ちますよ。その勝敗の結果は、ぜひバズマフさんとのコラボ動画をご覧ください。はい、じゃあ、はい、今日は
農林水産省バズマフ高瀬九州の白石さんとのコラボ日本取り終わりました。取り終わりました。ありがとうございました。で次なんですけど、はい、まあ、2本目カレー食べてて思ったのが、はいはい、まあ、これで海上自衛隊のカレー、まあ、こんなもんかと思ってもらったら嫌なんで、まあ、次回やっぱ米韓のカレーをぜひ食べてほしいです。え、実際にそこに行けるってことですか？え、大丈夫なんですか？大丈夫、なんとか。今度は5分前には必ず到着します。そうですね、もう出航してますからね。そうですよね、まあ、ぜひ海上自衛隊の真の海事カレー、はいはい、わかりました。いやでも簡単には驚かないですよ。というか簡単には美味しいとは言わないと思います。やっぱり私も農林水産省の美味しいカレー毎日食べてますので。急に来ましたね、はい、まあ、今日は農水省さんのカレーも美味しかったですからね。楽しみにしておきますのでよろしくお願いします。じゃあ次回楽しみに。